キューピー3分クッキング。こんにちは。今日は一鍋でさっと簡単に作れる紫キャベツとサーモンのワイン蒸しです。すだちをかけていただくセルシーな一品です。ではサーモンからいたしましょう。はい、今日は生の、はい、生サーモン使いますね。ふっくらしてとても美味しいのでぜひ使ってください。はい、骨がありましたら、はい、骨を取っていきましょう。骨が、はい、取れてるのもありますけども、このように残っていたら、はい、あるのは取ってください。はい。はい、そして皮を取ります。はい。尻尾の方に包丁を少し入れまして、ピタッとくっつけてください。はい、そして皮をちょっと、皮の方を引っ張るような形で引くと綺麗に。綺麗に取れますね。はい、皮が取れますね。はい、そうしましたらこれをそぎ切りにしていきます。一口のそぎ切りですね。はい、この時期になった鮭というのは本当に美味しいですよね。はい、美味しいですね。栄養価もありますし、はい、素晴らしいタンパク質なのでぜひ取っていただきたいです。はい、こちらですね。はい、で鮭に塩と、です、はい、塩と、はい、胡椒をいたします。はい、それぞれ少々です。はい、少し置いて魚の臭みを出してください。はい、はい、さあそして今日はこの紫キャベツを使うんですね。はい、紫キャベツですね。大きく形に分けます。はい、そうしましたらここでちょっと硬い芯の部分と柔らかい葉っぱの部分に分けて、はい、こちらはもうザクザクザクと2ミリぐらいに切ってください。はい、周りの柔らかい部分はそのまま千切りなんですね。はい、そうですね、ちょっと大胆にザクザクっと切って構いません。はい、本当にとても色が鮮やかですよね。はい、とても色が綺麗ですね。で色だけではなくてポリフェノールという栄養がたくさんありますので、はい、しっかりと使ってください。はい、そして普通のキャベツより少しお高いですからね。はい、無駄なく芯の方は少し細めに切って、はい、無駄なく全部使っていきましょう。あ、もう最後までしっかりと、はいはい、そうですね、一番硬い芯のところは少し残してそれ以外は全部切ってください。はい、はい、そうしましたらば、こちらをお鍋に移していきます。はい、今日はフライパン一つで作れるお料理なんですね。はい、入れてしまいますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらも入れていきます。そして平らにしていきましょう。よいしょ、はい、はい、平らにして準備しておきましょう。はい、はい、すみません。さあ、そして今日はお野菜がたっぷりなんですね。はい、さらに残りのしめじですね。はい、えのきですね。はい、下を取って長さを半分に切ります。そして、はい、長ネギです。こちらも、はい、よいしょ、このぐらいの長さに切って、そして、芯の部分と周りと少し分けてください。はい、そして周りの部分は細い千切りにしてください。細切りにしていきますね。そして、芯のところは、はい、ネギの旨味を十分に味わうためにこのようにみじん切りにしてください。あ、それぞれの味わい方が変わってくるわけなんですね。千切りにした方は少し歯ごたえが残って、美味しくいただけますし、はい、みじんにしておくとやっぱり旨味がとてもよく出ますね。はい、はい、そうしましたら、はい、こちらですね、紫キャベツの上に、ね、はい、まずはしめじを、しめじですね、はい、はい、こう重ねていくようにするわけですね。そうですね、上からどんどん旨味が出てきますので、はい、全部入れてください。はい、はい、そこに、はい、バラバラバラっと全体に入れてくださいね。はい、はい、そうしましたら野菜がたっぷり入ります。はい、お野菜の方にも少し下味をつけていきます。はい、塩が小さじ半分です。はい、に胡椒ですね。はい、はい、胡椒は少々。はい、でスープの素、はい、スープの素が1/2個分です。はい、
中にパセリですね、はい、パセリをしてください。はい、パセリのみじん切り、はい、そして先ほどのサーモンですね。はい、おー、たっぷりと。本当にでもまた色も鮮やかな色になりそうですね。はい、そうですね、紫キャベツの紫と、このサーモンの赤がとても食欲をそそりますね。そうですね、はい、そして最後に、はい、お酒をかけます。はい、白ワインが大さじ4杯です。はい、そして火にかけていきます。ちょっと水分が少ないように思われますが、はい、あの紫キャベツからも十分、水分が出てきますので、はい、これで弱火で110分蒸し煮にしてください。はい、はい、こちらですね、6分から7分の蒸し煮です。はい、はい、そうですね、このように汁気がだいぶ出てきていますね。そうですね、はい、サーモンの色も変わっています。はい、美味しく、いい香りがしてますね。はい、こちらに、残りのパセリを少し振って色がさらに鮮やかになりますね。さらに彩りが加わります。はい、そしてでは取り分けていきましょう。はい、これだけキャベツがたくさん食べられるというのも嬉しいですね。はい、よいしょ、ごめんなさい。はい、とてもヘルシーな感じがありますけども、はい、栄養価もたっぷりなんですね。はい、そうですね、はい、そしてこちらにすだちをかけますね。はい、そうするとさらに紫キャベツの色が鮮やかになります。あ、かけるとまたさらに色が変わるんですね。さっぱりして美味しい一品だと思います。いかがでしょうか。では材料をご覧ください。生鮭は3切れから4切れ、塩コショウ少々で下味をしておきます。紫キャベツは2分の1個分細く切っておきます。えのきだけは2分の1袋、長ネギ白い部分2分の1本分、中と周りに分けました。パセリの粗みじん切りは大さじ1杯です。味付けは塩小さじ半分、コショウ少々、スープの素2分の1個分、白ワインが大さじ4杯です。仕上げにすだちを絞ってお召し上がりください。紫キャベツとサーモンのワイン蒸しです。